19章、作り主の基準に変える幸せというタイトルをつきました。19章、駆け足ですけども学んでいきたいと思います。マタイの福音書19章です。はい、ですか、見言葉ある、あ、OK、じゃあ私読みますからね。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた、なんですけども、これ19章の始まりですね。これがエルサレム受難に向けて最後の旅立ちだということを覚えていただきたいと思います。本当にこれここからね、十字架に行くぞというような形ですね。よし行くぞとね、ふんどしを引き締めては、ふんどしじゃないかもしれませんけど、気を引き締めて、そして、すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された、ね、どんな時にもですね、僕たちがしなきゃいけないことは、神に仕える、神に仕えるものは人に仕えることですよね。どんなに忙しくても、もちろん優先しなきゃならないものがありますけれども、今ここでしか助けられない人がいたならば、そこで僕たちは立ち止まる気持ちが大切だと思いますね。イエス様もいつも忙しいのに、群衆に来て、軍師が来るとかわいそうに思われて立ち止まられましたね。はい、そして彼らを癒された3節、パリサイ人、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。はい、このことはですね、新明記の新明記、どこに出る、新明記の24章かな、どこだね、ちょっとじゃあメモしとけよっていうねいうことなんですけど、24章だったっけ、23章、はい、はい、24章ですね、合ってました。新明記24章、ちょっとね、この御言葉をエイジに渡さなかったんですけども、開ける人だけ開いてください。読みますね、24章の1節です。新約聖書3版は345ページです。はい、人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女の家から去らせ、この議論です。ここの議論をふっかけているんですね。恥ずべきことが何なのか、この恥ずべきことの解釈が、このパリサイ人立法学者によって、ヒレルっていう人は会員だけではないと、不貧困なだけではないと、不倫だけではないということなんです。だけども他の学者はね、いや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 、不倫関係に、肉体関係に、ということに言ったり、そんなことがあって、あなたはどっちなんですかということをね、イエス・キリストに、聞いてるわけです。そしてイエス様の答えが4節から始まっていきます。するとイエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に、創造し、作って、5節、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ、2人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや2人ではなく1人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったわけではありません。まことにあなたに告げます、誰でも不貞のためではなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。弟子たちです、もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。しかしイエスも言われた。
その言葉は誰にも受け入れられることわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。人から独身者にされた者もいます。また天の御国のために自分から独身になった者もいるからです。できる、それができる者はそれを受け入れなさい。ここまでの話ですけれども、まず5節のですね、それゆえ父、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。これは創造のですね、アダムとイブのところからですけれども、まず私たちは親離れ、子離れ、親離れができても親が子離れができない人もいます。これ自立した関係の中で、私の父はよく言ってたんですよ。もう男がね、もうハイティーン、要するにもう10代もう後半になったらもうね、親がいないところでお父さんとかお母さんっていうのは恥ずかしいよと、おふくろって言わないとお前は恥をかくと、でもそんなような親父でしたけどね。まあ、ちょっと話はちょっと違うかもしれませんけども、とにかく子離れできない人たち、まあ、いろんなカウンセリングします、いろんな相談をします。あなたが問題ですよ、ここまで出るあなたが問題ですよという、あとはお母さんお父さんもいないわけではありません、いないわけではないことはいるってことですだけども、もちろん子供に問題あります、うん、でもとにかくですね、家庭の問題というのはこのお父さんとお母さんの関係がね、安定してくると子供も安定してきます。当たり前ですけど、うん、そしてこの自立した関係ですよ。ですから結婚というのは自立した男、自立した女が一体となる比喩なんですよ。で、この2人は一体となるっていうね、これはもう肉体だけの問題ではなくて、肉体が結ばれるっていうことは霊が結び合わされちゃうってことなんですよね。ですから旧約聖書にも書かれていますけども、遊女と交われば遊女となる、ね、要するに体の結合っていうのは実は魂と霊の結合なんですよ。でクリスチャンは私たちのこの罪人の友の教会の理念の中にね、大切な理念があります。それは自分を取り戻すってことなんですよ。イエス・キリストを知らない、ね、救い主を知らないでいる自分自身って、自分は何者ですか、アイデンティティは何って言ってもわからない。ただ私は職業これです、男です、女です、ね、この夢がありますっていうのは言うけど、神様を知らなかったら自分が本当に何のために生まれてきて何のために生きてるのか、どうしてこの世界に生み出されたのかわからない。クリスチャンになったってそれを追求することだってあるじゃないですか。でもクリスチャンになればイエス・キリストを知っているので、ね、私たちの目的がわかりますよね。神のことになって、神のイエス・キリストの身の丈にまず成長して、そしてこの世にいい影響を与えていく、神と共に生きる人生は皆さん共通してますよね。キリストを知らない、いやイエス・キリスト創造主三位一体の神を知らないということは自分自身を知らないということです。ですから神を知るということは自分自身本来の自分を取り戻すことができる。私はそう信じています。神様とのこの出会いがあるからこそ、自分がどこから来て生まれてどこに帰るのかを分かるんですよね。はい、そんな中で妻は妻と結ばれ、2人は一体となる、ね、ですから同棲ね、散々から言う同棲してきた私が言うのもなんですけども同棲して結婚する人たちっていうのはね、離婚率が高いんです、うん、全体に。それでやっぱり傷つけてるんですよ。どうでしょう、神が定めた、ね、ルールの中で結婚する前にノーと言ってることね。だからこの世の、ね、システムの中でたくさんもう神様に反する、もう要するに言葉を、ね、悪くすればサタンに覆われているシステムたくさんありますよ、ね、
じゃあ同棲し結婚する前に同棲してね、エッチなことしてね、その体の付き合いを大切だと、大人の付き合いを大切だとね、どうするのか、合わなかったらね、という世の中はね、世の中神様も知らない基準っていうのはやってもいいんですよ、まあ、子供いないから言うやってもいい、作らなきゃいい、できたとしても下ろせばいい、神様と全く対極ですよ。これはもう世の中が曲がってるんです。でも曲がった世の中に僕たちが光を放つ、これが世の光でしょ、地の塩なんですよ。分からなければ私たちも神様に会わなければね、バレなきゃいい、作らなきゃいい、作れても下ろせばいい、神様からの基準から全く外れている生き方がこれ的外れなんです。これが罪です。これが曲がり通って、まあ、散々やってきた私が言うのもなんですけどですけども、だからこそ私は言いたいんです。自分を傷つけてるんです、魂を。誰だけど僕だけじゃなくて相手も傷つけてる、そうでしょ。そしてもしそのエッチした相手と私が結ばれないで結局違う誰かとくっつくということになれば、その人、そのくっつく相手に対しても罪を犯していることになりませんか。やきもちやかすというか、やっぱりね、もうだ中野先生、私はね本当ね尊敬するんですよ。あの点だけじゃないんですけどね、あの点もこの点も尊敬するんですけど、私は妻しか知らないっつってね、豪語豪語してる、もうその自慢がね羨ましいですよ本当に。そういうように今は本当にそれが羨ましいと思います。それは変わった証拠ですよね。でもそのね、結婚もまあいろんなカウンセリングしたり、いろんな相談を受けますけども、結婚も結局ね、なぜカウンセリングが必要なのか、なぜ準備が必要なのか、それは傷つかないと思うんですよ。本当に神が結び合わせたものならば必ず最後までいくはずです。でも神様が結び合わせたものを話してはいけませんってイエス様が言ってる、話す力があるんです。でもその話す力に対抗するものは信仰です、御言葉です、何よりも確信です。結婚でね、まあ夫婦喧嘩していろんな中でね一番の戦いは本当にこの人で間違いなかったんじゃないか、お互い様ですか、はいね、僕の勘違いの神様からのこのなんだ、結婚していいという結婚しろというこのね、パチンというこのね、ビビビッときたのは、そして一緒にミニストリーする中でやっぱりこの人よかったんだっていうのも、あれも幻想でなかったこれ喧嘩の最中はそういうね、でもどこに帰るかって言ったら結婚式のあの先生ですよ、誓いですよ。辞める時も少なくなる時もね、止める時も貧しい時もどちらかがくたばるまで添い遂げるね、それを誓った、これ神の前に誓えたってことは間違いなく神様が私たちを結びつけたわけなんですよ。僕もね、もうね、バーベキュー宣伝式毎年やってるでしょね、結婚するって言うからもう一周も先送りして、皆さんに申し訳ない申し訳ない申し訳ないって、ある一人はもうそのことで教会来なくなりましたよ。そのことが原因で分かんないけどね、あ、それが原因か分かんないけど、それぐらいもうドタキャンして結婚式行きましたね、友のため行きましたね。あの結婚式は本当にみんなそうですけども、その誓いが大事ですよ、神様に対する。それがいつも結婚がして喧嘩するときにどうしてもそこに戻るしかないんですよ本当に。ここがね、やっぱ結婚式、神様がいるいないというのと違いますよね。ここまあ、また話はちょっと私の話に戻っちゃうはい、そして、もはや、2人は1人なのですとね、6節、こういうわけで人は神から結び合わせたものを引き離してはいけませんっていうのは、引き離す力があるってことをね、それは2つあります。悪しき暗闇の力です。
ね、サタンの力です、悪霊の力です。そしてもう一つは自分の力です。自分の感情です。感情に振り回されて感情に負けてはいけません。感情のもっと上のレベルで私たちは考えなきゃいけない。夫婦喧嘩しててもね、電話がパーッとなった時に全然知らない電話番号を私は出ます。なぜなら相談の電話だったらね。感情では喧嘩してても電話取った瞬間に、ね、あの奥様に、ね、もしもしとかって言いませんよ、言いませんけど、あの声色が変わるあのおばさんのようになります、うちのお風呂みたいになりませんけども、ね、これはこれでも霊で聞くんですよ。霊で聞くの、魂の奥の神様と直結している聖霊様が住んでいるところで考えて、祈って答えを出すの。そこで夫婦喧嘩は置いといて、霊で私は対応しますって切り替えなきゃいけない。これ威厳で祈っている時と知性で祈っている時と切り替えるようにね。感情は切り替えられるもの、感情をどう自分でコントロールするか、これが出来上がった人です。まあ私出来上がってませんよまだ。でも出来はもちろん完成するのはあの世へ行って行く時に完成されますけど、あのでも私なりに感情というのは操作できる、自分でハンドルに入れる、ね、これが夫婦関係、牧会でもそう、もうこれが私の持論です。はい、そして、イエスは言った、彼らは言った、ではモーセはなんで離婚状を渡して妻に離婚すると言ったんですか、ね、イエスは彼らに言われた、モーセは何だろう、心が固くなだったので、要するに、譲歩したんだと、妥協したんだと、そして、ね、妥協したというよりももうその人たちのために初めからそうじゃなかったんだよと、ね、誠にあなたに告げます、誰でも不貞のためではなくてその妻を離別しと書いてあります。不貞書いてありますよね。このいろんな議論があった恥ずべきことっていうのは間違いなく不貞です、不倫です。でもこの中でもイエス様はね、情欲を抱いて女性を見るならばそれも会員ですと言われる中で、僕たちは心の中で犯す罪があります。それは美しい女性を見てちょっと2秒ぐらい見ちゃうとかね、振り返るまでこう見ちゃうとかね昔の私がそうでしたみたいなうーん気になったね、あの人はみたいな、まあそういう、それも同じ罪です。ね、だから私たちはそれは本当に一つ一つ悔い改めなければいけません。イエス様は不貞のためでなかったら、でこの次の節です、この後半です、その妻を離別し別の女を妻とする者は貫通を犯す、要するに不貞以外の理由で、不倫以外の理由で、肉体関係の理由以外で、性格の不一致だとか、あれの仕草が気に食わねえとかね、俺より食べる量が多いとか、俺より食べる速さが速いとかね、そういう問題で離婚したのは確かな離婚の理由にならないから、それで再婚するものはいけませんって言ってる。そしてこの不貞以外っていうのもあるんですけども、現代においてはですね、本当にこの結婚生活が地獄だっていう人もいますね。致し方のない、だけども致し方のない中でも神を見出すならば、それは神には何でもできるってことにこのね最後のなるんですけども、26節にあるんですが、ね、ハワイのあのマーシャとカルビンの証なんかも私にはもう想像及びもつかない証がねありますけど、今日時間かかって、また後でお話しさせていただきます。で、このやり取りの中でね、弟子たちはね、不思議なことに言うんですよ。え、そんな、って、十節、弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなもんなら結婚しないとマシだ、ね、俺は箸より重たいもん持たねえんだみたいな、そういうことですよ。その文化的なことも反映していますね。
これ本当にですね、イエス・キリストのこの新しい時代の幕開けっていうのはね、女性の台頭だと思うんです。そしてもう一つ、子供たち、これから出てきますけども、子供たち、ね、キリスト教会においてね、大事に、女性も子供も大事にしています。もうこの弟子たちが、ってもうこっちが驚きますね。こんなこと言うの、この議論の中でみたいな。しかも弟子だよ、弟子。って、いい加減にせよってな、見てくださいはい、それで11節、イエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただ、それが許されたものができるんです。というのは、ここで3つの人が出てきます。母の体内からそのように生まれついた独身者がいる。これが精神的にも、あるいは肉体的にね、ハンディキャップを負っている人だと思うんですね。それから、また、人から独身者させられた、これどういう意味でしょうかね。これ、その当時は宦官という人がいました。奴隷として、宮廷に仕えるときに、お姫様がいて、女王様がいて、でプリンセスがいます。男がそれに仕えるときに、去勢しなければいけないです。それ宦官。去勢されている人たちのことを宦官と言います。あのダニエル書を書いた、ダニエルもそうです。王宮で仕える奴隷は皆ほとんどカット、麻酔のない状態でもう男の性器切るわけですからね。あの2つの方法があるんです。これどうでもいい知識だったり、いやそうでもないような、2つあるんですよね。あのね、ダメ、はい、わかりました、はい、次行きましょう。じゃあもう3つ目戻して、はい、また天の御国のために自分が独身者になったものもいると。これパウロもそうですよね。パウロは結婚しない方がいいよとかってね、おめえなんだそれよみたいな。だけど私は結婚してたと思うんですよ。30歳以上で、しかも結婚していなければ、サンヘドリンっていうね、あの議員というかそういう人になれないのに、彼はそこに入ったっていうことを言われてるじゃないですか。で、キリスト者になって離婚してるんじゃないかなと。わからないですよ。でもそういうふうに言ってる学者がいます。私はそれに、あ、そうじゃないかな。でも聖書にないので、うん、クエスチョンですけどね。で、今で言うほら、シスターだとか、ね、カトリックの神父さんとか、ね、そうですよね。でもカトリックだって初めから独身者なわけじゃないんですよ。ね、もうね、子供作るわ、女房持つわ、愛人持つわ、ね、子供にそれを接収するわ、もうそういう権力の集約で、職権乱用するんで、途中から神父さんはダメになってます。こうてるわね。もともとはその中世の時の、ドラマもありますよね。愛人作っちゃう。まあ、別にカトリックで悪口言ってるわけじゃないですよ、その中世の時代ね。そういうひどい時もあった。まあ、まあ今でもそうですよね。自分から独身になるっていう人、この3つ種類がいますよ。はい。そしてその時イエスに手を置いて祈っていただきたいただくために、あいばが、子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱ったって言うんですよ。これ本当に俺みたいなやつで、もう何も学んでない。あの18章見てください。この間やったばっかりだよ、これ。この間ね、18章の1節見てくださいよ。先週やったとこですよ。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いんでしょうか。そこでイエスは小さな子供を呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなたで告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならなければ決して天の御国には入れませんって、ついこの間言ったじゃないかよみたいな。もう JTJ 時代の私ですよ。過去には過去で頭入ってないよみたいなね。そういうことですね。わざわざ18章でね、こういうものでなければ入れないよって、一番いつもイエス・キリストね、この法則ね、
キリストがね、イエス様がこれから十字架に行くんだ、殺されるんだ、3日目によみがえるんだって真面目なんていうか、もうこんな真理を語るときに必ず誰が一番偉いのみたいな、ね、これがもうねすごく面白い話で、世の中もそうなんですよ、この今もそうなんですよ、それとのせめぎ合い、そういうね真理が語られるときには必ず属性のもので引き離そうと、本当にそうなんですよ。今日いや行けなかった、行けなくちゃいけないっていう時に限って夫婦喧嘩が起こったり、ね、今日大事な勉強会から行こうっていうのに子供が熱出したりとか、ね、いろんなこれ悪霊の働きもたくさんあります。はい。しかしイエスが言った子供たちを許してやりなさい、邪魔をしないで私のとこ来なさいって、もう何か言わせんだよみたいな、ここに出てると思います、イエス様もね。で、天の国このような者たちの国なので、子供たちっていうのは親に全幅の信頼寄せてますよ、ね、そして子供たちっていうのはいつもこれ何これ何これ何って、もうしつけよめみたいな、何でもこれ何これ何これ何ってね、そういうものですよ。でももう私も含めてですね、大人になるともうそんなの知ってるよみたいなね、同じ説教聞いてても、あこの人もまたあの人と同じ説教してるとかね言って、しもべば聞きますっていうね、また新たに今日初めても聞きますっていうその姿勢、プライド、そういう、もう大人になるとね、だんだんそれにも生きていく中のずるさっていうの、そしてプライドっていうね、この壁がドーンと立ち上がって子供のようにこれ何何何って言えなくなっちゃうんですよ。この間ね、だからちょっと地方になってきた牧師さんの話を聞いて、その師匠さんからも聞きましたよ。いや先生、この間実はこの今月になって3回同じ説教してるんです。でも師匠さんはしもべば聞きますね。この子供のように初めて聞くような、これ愛ですよね。まあその後どうなったかはまあ3ありなんですけどもな、そういう僕たちは本当にそういう態度が本当にね、これが自分を低くするってことですよ。身を低くする、ね、神の前に小さくなる、これがへりくだりですよね。このようになければ天の御国に入れない。そして彼らの手を彼らの上に置いてからそこを去っていかれた。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。そしてはい、どこまで行った？あ、先生後ろ。あ、はい。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い人は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなたの真のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。はい、今日今学びました。子供の全く違います。子供と全く違います。私は全てやってきました。教えられても私はそれを知っていますって、やってきたんですって。これさっきのしもべは聞きます、初めて聞くんですっていう神の前に小さくなって言っている人の態度でしょうか、ね、私はやってる、この私は知っていますやっていますっていうのがそもそも罪です。正しく生きている人は誰もいないんです。偽人はいない、一人もいない、ね、その中でイエス・キリストが来て私たちの罪とは呪いを引き受けて死んでくださったからこそ私たちは永遠の命をもらっている。しかし彼は自分の罪にも気づかない、目の前にいる救い主にも気づかず、ね、私は全ての律法を守っているって言ったんです。この青年と私はいつもザーカイを比べるんです。彼は罪の深い人でした。でも彼はね、罪許されたことを喜んだ人ですよ。ね。そして
彼をね、騙し取ったものは4倍にして返しますって言って、もうほとんどの財産をもうほとんど戻してね、イエスに従った弟子ですよね。はい、これですけど、この青年ね、証拠はないんですけど、口伝で伝承ではバルナバではないかと言われているんですよ。でちょっと使徒行伝読んでみましょう。使徒行伝のね、4章4章の32節から読みますね。234ページ。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、全てを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがその全てのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちは足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、ヤクスト、慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきてその人たちの足元に置いたと言うんですけども、これはね、証拠があるわけではないんですけども、これが本当にこの青年がバルナバだったら、ものすごく希望のある話で、私はそれを信じたい、ですけども、聖書に書いてあることではないんですけども、本当にこの青年が後からね、できない、でもできるようになって戻ってきたのであれば、これはお父さんの畑仕事をね、手伝ってくれと、行きたくないって言ったけど後で悪いなと思って行った、あの弟のようなね、結局したかった。お兄さんは行きますって言って行かなかった、これは反抗ですよね。僕はね、そのいろんな伝承というか、今読んでる、結構復活のラザロがね、アジアの方に行って監督になったとかっていう現象がね、まあ、そうどこまでがその証拠があるのかっていうのはまだ僕は学者じゃないと分からないんですけども、このバルナバだったとするならば、これは本当に福音だな、私は思うんですね。これは皆さんのミステリーですけども、イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは背に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなたが告げます、金持ちは天の御国に入ることは難しいことです。誠にあなたがもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラブラが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるんでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。私たちがこのね、これ、ね、極端に適応しないでくださいよ。極端にね、献身するときはもう全然捧げてね、もう俺オウムじゃないですから、オウム神教じゃないですから、もう極端にね、もう献身するならもう全財産ね、お伏せしなさいなみたいな、極端に言っちゃいけないんですよ。これはこの青年に対してイエス様が言われたこと、これは高慢ちきな、ね、私を全部やってるっていうから、あそうですかって言ったようなもんで、全ての人に適用したわけじゃありませんね。ただこのお金というものは試されるところが一番大きいです。で、手元に書いてあることで一番大切なことは、金銭を愛してはいけないことなんです。お金は大切で便利なものです。大きなものをこの紙切れ1枚で買えるんです、ね、経済のこれも円滑で、しかも便利なものなんです。ツールとして使わなきゃいけない。もちろん食べるためにも必要ですよ、お金も。
ね。だけどもお金を愛してはいけないんですよ。お金を愛するときに、ね、これ偶像を愛するのと一緒ですよ。偶像は何で愛するんですか？自分の願望を叶えてもらいたいから偽物の神様を愛するんですよ。お金を愛するってことは二人の主人に使えることができないんですよ。イエス様を愛して、ね、お金を愛してってことはできないんですよ、ね、ここら辺はもう私たちお金に使われる人だってお金を使う人なんだけどね。ここはもう信仰を試したいところでございます。その時に27節ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私は何かも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるんでしょうか。動機、息切れ、めまい。やっぱり私たちのこの何かついてきたんだから私たちは何をいただけるんですかみたいなね。まあ、私たちは知ってますよ。永遠の命ですよね。もう天国に行ったら不足も何にも定められません。そして神様の一体となる、ね、神様の幕屋の下に行く、ね、もうそれだけでもウキウキワクワクですけども、まだ聖霊が下ってません。聖霊の神が、ね、ペンテコステの時に一人一人に注がれてません、そこで、ペテロはね、何をもらえるんですか。もう永遠が始まってるよ、ね、あなたは神の子キリストですって告白したにもかかわらずまだ理解ができていない。それは聖霊が働いてないから。僕たちは素晴らしい時を生きてますよ。祈る時に目をつぶれば狭い家に入り部屋に入り、そして神様と一対一で話すこと、聞けば答えてくれる神様がいる。わからない、予言がわからない、読めば予言が出てくる、ね、予言の書ですから、ね、祈りのメニューがここにある。何が必要なんだ、必要が満たされる、でもここに必要が書いてある、これを探せばいいんです。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあのあなた方も12の座についてイスラエルの12部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは家を畑を捨てた者は全てその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。私たちはこれだけのね、聖書何言ってるかって言ったら、私たちがイエス様のように世を裁く時が来るんですよ。弟子だけではなくて私たち一人一人がこんなすごいねことを約束されてるんだけれども、イエス様はこの地上であることは後のものが先になるんだよ。後のものが先になることの中で僕たちがいつもね、妬んだり、ね、羨んだり、比べたり、人生っていうのはね、親が生まれた瞬間から不公平です。親がいたりいなかったり、貧乏だったり裕福だったり、親にいじめられたり、親がいないのも寂しいけども、一緒に暮らしていて寂しい方ももっとつらい、虐待受けたらもっとつらい、人生は不公平です。だから福音が必要なんです。どんな不幸な人生があってもイエス様に出会ったその一時でこれでいいのだ、これでよかったのだ、辛い人生の本当に苦しみの中で悲しみの中でね、もうあがき続けてもこの人生早く終わらせたいと思った人生もイエス様と出会った瞬間にこれでよかったんだって、そして自分の傷が癒えた時に同じ虐待を受けていたら虐待で苦しんでいる人たちの慰めに自分がなれるんですね。これが福音です。これがキリストが生きているってことですよ。あなたの人生がどんなにマイナスでもそのマイナスをプラスに変える十字架の力が働くってことです。恥ずかしいような前科とか、あるいは離婚歴だったりとか、恥ずかしい自分のもう表に出せない恥の部分ね、
端の部分ですら誰かの役に立つような回復が見られる。これがキリストの福音です。だから自分のマイナスがプラスに変わる。それは誰かのために生きるとき、生きられるようになれるんです。いつも言うけど、私がなんで刑務所で伝道してんの、刑務所に入ってたからです。なんでヤクザに伝道できるの、ヤクザだったからですよ、ね、マイナスでしかないものだけども、キリストと出会ったときにプラスになるんでしょ。で、私の使命もありますよ。出てきてから入った時にね、救われたでしょ。その時に使命が、よし、こんな教会があったって絶対いいだろう。自分の教会も元ヤクザが牧師してたね。変わってない、何も変わってない。俺は前科者がこの世界を変えていく、前科者が教会のリーダーになっていく、それは分かりやすいからです。別に前科者じゃなくてもいいんだけどね。前科者がそうなれば、もっと前科者たちのやり直す場所ができる。なんでできてないのかって言ったら、その人たちが信用ないからです。出てきた人はまた犯罪を犯すってみんな思ってるから、当たり前でしょ。 70% 近いんだから。でもそれが半分になったらね、もっとやり直す場所って国が作るはずですよ。国が作るんだったらクリスチャンがいないんですよ。クリスチャンっていつの時代もね、明治の時代になってから解禁になったこれからいつもマイノリティですよ。いつも少ないんですよ、日本では。だけどもその少ない日本が日本を変えてきたんだよ。山黒文平だっていう、人もね、香川豊彦っていう人だってそうだし、富岡康介とかね、そういう一人の小さなクリスチャンが、牧師がね、世の中を、日本を良くするためにマイノリティのクリスチャンが変えてったんですよ。明治時代、大正時代、昭和の初期って。それを僕たちは霊的な DNA で引き継いでると思います。ですから私は形成のこの時代でも絶対にクリスチャンが世の中を変えることができると信じてますよ。これが良い影響力を与えていく、これが私は使命がある。そこに同じこの船に乗っている、罪人の船に乗っているってことは、同じ私が舵を取っている船にみんなが賛同して、刑務所伝道してるね、教会には山内組のやつが住んでる、住吉会のやつが住んでる、でもそこのやつらがね、いる教会にね、みんな怖がんないで来てるわけでしょ。コーリングはあるんだよ、わかんないけど、そこに希望があるんだ、そこにね、希望があるんだって。若い子の女の子だって来てるじゃん、礼拝に。前科者が何人いると思う、今。出てた人間も、出てた人間じゃなくて、今現在で礼拝に来てる人だって、いるんだよ。5人ぐらい。怖がったことないでしょ？まあ怖がったのかもしれないけど。私はそれは奇跡だっていうの。それが私は宝だっていうわけですよ。うん。ビジョン。大事なのは、僕にとっての大事な、ね、ものは見ることです。先というか行く末を先導とし、舵として、牧師が大事なのはビジョンを見ることです。そして方向性を示すということなんです。でもその船に乗ってくれたんでしょ。私の宝です。臭い言い方だけど、いつも言いにくくて食ってると臭い言い方だけど、私は本当に命を受ける価値だと思います。皆さんが同じ方向向いてるんだから。そうでしょ。だからイエス様が言ったんだよね、後のものが先になる。妬んじゃいけない、比べてもいけない。なぜ？イエス様がいるから。イエス様が私たちの中心にいるんだよ、人生の中にいるんだよ。比べる必要ない。比べた瞬間にこの世のシステムに埋没してきますよ。ズブ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 、そこなし沼に入ってきます。ですから自分のあるべきところに、
自分のあるべき姿で、自分のあるがままで、ね、成長していく。教会にコミットし、教会に仕え、人に仕え、それはイコールイエス様に仕えているということです。いいですね。イエス様はそのために私たちの罪とは呪いのために十字架にかかって死にました。そして、私たちの人生のうちに、私は信じています、死んでから復活するのは当たり前のことで、人生が復活しなかったこの十字架はね、やすっぽり私の人生変えられました。皆さん人生も変えられました。これからも変えられ続けます。そして救われて、大事なことは癒され続ける人生を意識してください。救われてるけど癒されてない人たくさんいます。救われて癒されてください。心が癒されて、自分の心の傷を一つ一つ抜き取ってください。そうしないと、いつもいつも成長しないクリスチャンになって、誰かと比べてへこんで、誰かと比べてへこんで、後のものは先になってんじゃねえかってへこんでね、いきますから、ぜひ皆さん、比べることをやめましょう。お祈りします。神様、今日は共に学びをした斉藤純子先生と共に礼拝できて、心からありがとうございます。そして彼女のその後の活躍を聞いて、本当に胸躍りました。また同級生の特に仲良かった者が皆牧会をしていることを心強く、そして誇りに思っています。主にあって誇りに思っています。神様、 JTJ で学んだ全ての人が本当に主よ、あなたの良き影響力をこの世に、与え続けるクリスチャンでありますように。どうぞ今日初めて来てくださった方にも道が開け、そして癒され続ける人生送らせてください。心から期待します。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。